エンヤは、アイルランドの歌手、作曲家、音楽プロデューサー、音楽家。音楽一家に生まれ、アイルランド語圏のドニゴールグーイドで育つ。1980年、エンヤの圭主他家族が結成した、ケルト音楽、グループ、クラなどに加わり、キーボード及びコーラスを担当し、音楽家としてのキャリアを歩み始める。1982年、ソロ活動を追求するため、 クラナドのマネージャー及びプロデューサーを務めていたニッキー・ライアンと後にエミアの楽曲の作詞を手掛けることになるローマ・ライアン夫妻と共にクラナドを脱退。それから4年の歳月をかけてデジタルマルチトラックレコーダーを駆使したボーカルとキーボードの多重録音やニューエイジ、ケルト音楽、クラシック音楽、教会音楽、民族音楽の要素を取り入れた エンヤ独自のサウンドを作り上げていく。アイルランドの伝統的な文脈の上でテクノロジーを活かした作曲を行う。レコーディングでは様々な楽器を自身で演奏するマルチプレイヤーでもある。これまで20の言語で歌っている。エンヤがソロアーティストとして最初に取り組んだ企画は映画ザ・フロック・プリンスのサウンドトラック作品と1987年の BBC のドキュメンタリーシリーズザ・ケルツで同番組の主題曲ケルツはデビューアルバムエンヤに収録されリリースされたワーナーミュージック UK と契約を交わすとエンヤは芸術の自由を与えられレーベルからの最小限の干渉を認められたウォーターマークが商業的に成功しシングルオリノコフローが各国のチャートでトップ10入りしたことでエンヤは 世界的な名声を得るまでになった。それに続いて、シェパード・ムーン、メモリー・オブ・トゥリーズ、ア・デイ・ウィズ・アウトレインの各アルバムが数百万枚を売り上げた。アルバム、ア・デイ・ウィズ・アウトレインを呼び、そのリードシングル、オンリー・タイムの売上高は、2001年にアメリカ同時多発テロ事件のマスコミ報道で同局が使用されたことを受けて、アメリカ合衆国で急上昇した。 アマランタインと雪と氷の旋律の発売後、しばらく音楽活動を休止したが、2012年に復帰し、ダークスカイアイランドを発売した。プライバシーを守るために決してコンサートツアーを行わないことでも知られる。アメリカ合衆国において、RIAA 認定アルバムが2650万枚を売り上げ、全世界で推計7500万枚を売り上げている。 アイルランドで最も売れたソロアーティストであり、流通に次いでアイルランドで2番目に売れたアーティストである。前時代を通じて最も売れた音楽アーティストのうちの一人として名を連ねている。アデイ・ウィズ・アウトレインは全世界で推計1600万枚の売り上げを記録し、最も売れたニューエイジアルバムであり続けている。ワールドミュージックアワードを7度、グラミー賞の最優秀。 ニューエージアルバム賞を4度、アイバーノベロ賞を1度受賞している。映画、ロード・オブ・ザ・リングのために書いた、メイ・イット・ビーは、アカデミー賞とゴールデング・ローブ賞にノミネートされた。演ヤは、ケルト音楽に影響を受けて、独自の音楽を展開する女性ミュージシャン個人であり、音楽プロデューサーを務めるニッキー・ライアンと、その妻で歌詞を手掛けるローマ・ライアンとの共同プロジェクト名でもある。 生まれ故郷であるアイルランドを中心に活動を続けている。曲調は曲の断片を少し聞いただけでも彼女のものとわかるほど特徴がある。クラシックと教会音楽を基礎に、故国アイルランドの音楽など様々な要素を含有しており、ワルツ調の三拍子やその他編表紙の曲も見受けられる。メインボーカルやバックコーラスを彼女自身の声で幾度も録音し、 重ねることでダイナミックかつ荘厳なサウンドを生み出すのが一番の特徴。そのエンヤ自身の声のコーラスと彼女自身が好む深いエコーが終始一貫して広がりのある音を生む。テクノロジーを全面的に使用しているが表現内容はアコースティック感を強く思行している。エンヤにおいてはデジタル MTR によるボーカルの多重録音が音楽性の根幹を成している。 初期の作品は、アナログ、デジタル双方のシンセサイザーを駆使し、1980年代としては、最高峰となる 144CH のトラック数を、誇るデジタル MTR も2台用いて、神話の世界をモチーフにした歌詞とともに、他の何とも似ていない、力強く重厚な世界観を特徴としていた。しかし、アルバム、メモリー・オブ・トゥリーズを発表したあたりから、 神話の世界に囚われることなく、作曲をするようになり、曲自体もシンセサイザーを使いながらも主役は、アコースティック楽器、またはそれに近い音声やピアノとなり、明るく柔らかな曲調のものが増えてきた。その上で、アルバムに収録される曲の中には、必ず落ち着いた曲調のピアノ独奏曲が入る。また、彼女の曲は、ビジブルと言われる。歌詞は、基本的に英語であるが、 曲により、ゲール語、ラテン語で書かれている場合がある。フィフスアルバム、アマランタインでは、さらに、日本語、ローマライアンと共に作った、架空の言語、ロックスイアンで書かれた曲が収録されている。彼女のアルバムリリース間隔は、4から6年である。独特の制作手法から一曲に費やす手間が多く、エンヤ自身が完璧主義者であるがゆえに、 アルバム1枚を完成させるのに時間がかかる上、全勢力を使って、アルバムをリリースした後は1年ほど休暇を取るためでも、ある。また、コンサート、ライブなどのスタジオ外部での活動の構想が、ファーストアルバムを発表した初期の頃からあるにも、かかわらず、ここでも、独自の制作方法が実現を難しくして、しまっている。このように活動内容は、 外部から見る限りそれほど活発とは思えないが、耳馴染みの良い音に加え、何年か続く癒しブーム、過去のナンバーが、テレビ CM やドラマ、映画のテーマとして使用されるために、リスナーの印象が薄れにくく、それも人気を維持している。円屋の故郷ドニゴール県グ圏偶移動の上空からの眺め九百六十一年5月十七日、アイルランド北西部のドニゴール県グ圏偶移動に生まれる。 空移動はアイルランド語を大一言語とするゲールタ派と地域にある。出生名であるエニアパドリギン N、ベレイノンは英国風に書くとエニアパトリシアブレナンとなり、エニアの母語であるアイルランド語アルスター方言におけるエニアの発音を表音式綴り字で表すとエニアとなる。N、ベレイノンはブレナン家の娘と翻訳される。 ローマカトリック教徒の音楽家一家に9人兄弟の三女として生まれた。父のレオ・ブレナンはアイルランドのショーバンドスリーブ・フォイバンドのリーダーでメナレックで居酒屋タブヘンレオを経営していた。当園にスペイン系の親類がおり、通リー島に入植した先祖を持つ母のバーバブレナンはレオのバンドで演奏したアマチュア音楽家で地元の学校で音楽を教えていた。 エンヤの母方の祖父の A は地元の小学校の校長を務め、祖母はそこの教師だった。A は空移動劇場の劇団の創設者でもあった。エンヤは自身の幼少期の家庭環境についてとても平穏で幸せだったと述べている。3歳の時、毎年開かれていたフェッシュール音楽祭で歌のコンテストに初めて出場した。空劇場でパントマイムを演じたり、 テリーベグの生メアリー教会で兄弟と一緒に母の聖歌隊に参加して歌ったりもしている。小学校で英語を習い、4歳の時にピアノを習い始めた。学校の勉強をした後、隣町にピアノのレッスンを受けに行って、その後また学校の勉強をしなくてはいけませんでした。兄弟姉妹が外で遊んでいたのを覚えています。そして私は中にいてピアノを弾いていました。 この一冊の大きな音階の本を何回も何回も練習しました。11歳の時、祖父が教育費を支払ってくれたおかげで、ミルフォードにあるロレット女子修道会が運営する厳格な修道院の寄宿生学校で学び、そこでクラシック音楽、美術、ラテン語、水彩画が趣味になっていった。あれほどの大家族から引き離されたことに衝撃を受けましたが、 私の音楽にとっては良いことでした。17歳の時に学校を大学し、ピアノの先生のような人になるために、カレッジで1年間クラシック音楽を学んだ。それでも、まさか自分が作曲をしたりステージに立ったりするとは、思っていませんでしたという。大学在学中、彼女の姉イアニーラ兄弟3人と、おじ2人が1970年代に結成した。 クラナドに2年ほどの間加わり、ツアーのほか、2枚のアルバム制作にも参加した。担当のパートはコーラス、ウーリッツァーのエレクトリックピアノやプロフェット5等の電子鍵盤楽器。高校の卒業とともに、カレッジでさらにクラシック音楽を学ぼうとしていた、彼女を当時、クラナドのマネージャーでアルバム、ファムからはプロデューサーを務めたニッキーライアンが、バンドにとって、 初めてのピアノとキーボードを入れるために誘ったのがきっかけ。クラなどから脱退した彼女はニッキー・ライアンと彼の妻、ローマ・ライアンらと共に曲作りを始める。まだ進むべき方向性を決めることができなかった円夜に対し彼らは自宅をスタジオとして提供。そこで制作された曲を聴いたローマ・ライアンは音楽から様々な情景が見えるから映画音楽をやってみては とアドバイスした。そこで実際に映画監督デイビッド・パットナムに7、8曲の楽曲を送ったところ、気に入られ、それがきっかけで映画ザ・フロック・プリンスへの楽曲提供が決まった。この楽曲提供に関し、後にエニアはまだ方向が決まっていなかったからオーケストラ編曲にしてしまった。と語っている。この頃、エニは144チャンネルもの音声トラックを 高品質に同時録音再生できるデジタルマルチトラックレコーダーの存在と多重録音コーラスによる楽曲制作のアイデアをニッキー・ライアンから伝えられる。このレコーダーは後に彼女の音楽の特徴となる彼女自身の声を多重録音した重厚なコーラスを実現する上で不可欠な道具となった。以後の音楽制作では2台の144。 チャンネルデジタルマルチトラックレコーダーを常に使っており、その重要性はエンヤ自身が知らなかったら、その辺でピアノの教師でもしてたでしょうね、と語るほどである。映画音楽の次に決まった仕事が、イギリスの BBC のプロデューサーである、トニー・マッコーリーの依頼であり、1986年に放映されたテレビドキュメンタリー番組ザ・ケルツのためのサウンドトラックである。 この番組は当初アイルランド出身の複数のアーティストの楽曲が使われる予定であったが番組スタッフが提供されたマーチ・オブ・ザ・ケルツ等の楽曲を非常に気に入り番組中すべてのトラック制作をエンヤに依頼することに決定した日本でも CM や番組のエンディングなどに彼女の曲が多用されている日本で爆発的に売れたのは1992年に トム・クルーズが主演した映画、遥かなる大地へのサウンドトラックとして使われたブック・オブ・デイズからである。日本では一般層を中心に癒し系音楽の第一人者として認知されている。また、日本の着物が好きで来日すると買ってしまうという。ありがとうございます。